岡村港前傾岡村島中心部岡村島の路地、岡村島は、瀬戸内海の中部にある、赤前諸島の島である。みかんなどの果樹栽培と漁業が盛ん。愛媛県今治市だが、秋灘と美島街道にて、本州広島県呉市と陸路でつながっている。今治港の北西約17キロの位置にあり、大下島、高戸島と、とも前諸島を形成している。 東に高下島、西に大崎下島がある。大崎下島との間のみたらし瀬戸に中の島、小島がある。集落は、島の南東部で、フェリーの寄港する、岡村港のある岡村に集積し、今治市跡前市所もこの集落にある。岡村島の位置。青線は、岡村島に関係する航路四国からのアクセスは、今治港から今治市営フェリーを使うのが、 一般的。広島県西部からは、呉市より、秋灘と、美島街道を利用して、陸路で来ることができる。広島県東部伊東からは、瀬戸内、島並街道を使って隣接する大三島に上陸し、大三島ブルーライン、今治市8線を使う方法がある。岡村島は、日本本土と橋でつながっている島の中では、熊本県の鳥島、下須島、 通知島と並んで一番橋を渡る回数が多い。さらに、所属する県庁までの通過河橋を比較すると17、京という桁違いの橋数を誇る。このほか北接する広島県の離島大崎上島への河橋大下島などを経由して、島並海道沿線の大三島に河橋する構想がある。古くから、時灘の,の海上交通の要衝にあたり、平安時代から、 空海や菅原道真らが立ち寄ったいわれがある。戦国時代には村上水軍の城塞が築かれた。江戸時代中期には隣島の大崎下島の三たらし港などと共に塩町港として栄え、1740年には島南端の観音崎に東明台が築かれた。江戸時代に宮浦村と佐藤浦村とが合併して岡村となり、松山藩に属していた。 天保9年に隣島の高下島を2分して、その一部を岡村と合する。1890年に岡村島とをした村の合併により、落ち群石前村となる。明治時代中頃から柑橘類の栽培が始まり、大正時代には、みかんの島として知られるようになった。村役場がこの島に置かれるなど、石前諸島の中心として機能してきた。 昭和の大合併は離島という特性のため、経験しなかった。人口409人、世帯数240世帯小中学校各一、秋名だと美島街道の終点に位置する。ペリー、第二席前が、今治岡村間を1日4往復、旅客船、飛島が、今治港宗方港岡村港間を1日4往復2012年10月より、宗方、 昨日とのフェリー航路就航が、就航就方岡村間は往復。フェリー、旅客船時刻表。ありがとうございます。